はい、皆様お疲れ様です。出張ワンです。今日はですね、2022年の5月6日となってます。はい、深夜1時です。ですね、最近のねコスモス界隈ということで、最近ですねエブモスについてですね、結構ねエアドロップについてね話題が上がってると思うんですが、エブモスね、今現在ケプラーの対応っていうのも、まだね遅れているのかなっていうところで待ちとなってますね。はい。そのタスクこなす上でですね、最後のね、EVM のっていうところで、メタマスクとのね、接続とかっていうのが、結構ね、リスクあるんじゃないかっていうことで言われてますし、EVM ってことなので、このね、コスモス界隈とはまた違ってですね、イーサリアムの方のね、接続というかね、プロジェクトっていうのもね、関わってくるということで、結構ね、詐欺案件とかもね、あるので、注意が必要かなというところですね。早速ですね、その、ラグプルですね、エブモス関連で、エブモス、ギャラクシーですかね、確か、プロジェクトが飛んだみたいなね、話も聞きますしね。はい、いろいろこう、リスクっていうのも出てくるので、注意して、やっていかないといけないなと思います。はい、最近のニュースとしてはですね、2ヶ月休止を経てですね、エブモスがね再活動と、再ローンチっていう形でね、始動したわけですけど、メタマスクウォレットを持つコミュニティメンバーが まずはねレクトドロップをね請求することを可能にしたということになってますし、あとですね、その過去にテストネットされていた方もね、途中まではねタスクがこなされている状況になっているのかなと思います。はい、近々、今週ですかねから、近々ですね、ステーキングリワードとか、IBC 転送っていうのが、可能になってくるという予定みたいですね。それから、エブモス関連では、プロジェクトがね、エブモス上で、立ち上がっていたりしてですね、いろんなものがね立ち上がってます。はい、エブモスについてはね、いろいろあるんですが、ディフュージョンですね、ディフュージョンっていう、エブモスチェーン上の AMM っていうのがあってですね、そちらのエアドロップなんかもですね、あると思いますし、他もですね、ノバダオとかキネティックとかですね、はい、あとコスレンドとかスペースファイとかね、いろいろあるんですが、本当に、ちょっと活発になってきたなという感じですね。はい、エブモスについてはちょっとね、これから活発になってきているなという印象です。エブモスの、エアドロップのねタスクこなすことで、ディフュージョンのエアドロップに関係したりとかね、あとスペースファイとか、いろいろあるので、ツイッターとかでね追っていくとね分かるかなと思います。はい、それぞれ、いろんなプロジェクトがあって、いろんな役割をしているので、はい、面白いものになってきてるなっていう印象です。はい、エブモスのツイッターとか見てましてもですね、結構コラボが多い感じなんですね。はい、ノバドとかもそうですし、キネティックとかね、はい、パートナーシップ、スペースファイね、はい、とかですね、さまざまなね、クロノスとか、いろんな、パートナーシップっていうのがあってですね、非常に、活発に最近動いてきてるなという印象なんですね。はい、コンネクストとかね、はい、いろいろちょっとね出てきております。はい、まだ詳細がね出てないのでね、進めようがない、ミッションコントロールね進めようがないところもあるんですが、ちょっと待ちかなという状況です。はい、それからですね、プロポーザルね、提案69ってことで、議論が、あるわけですけど、両アップグレードにね、コスモワズムをね、含めることを、ハブが望むかどうかを、コミュニティに投票するということで、求めているということで、今現在ですね、はい、投票の方が行われております。この投票はですね、ユーザーが完全なアップグレードを承認または不承認するために、投票するということで、コスモスハブアップグレードに関する従来の投票とは異なるということになっております。でインターチェーンですね、コスモスハブのプロダクトリーダーのビリーさん
かいますが、この問題に関してね、意見の大きな相違があるってことでね、まあ、それを察知して、彼のチームがですね、コズムアズムを、まあ、次のリリースに含めるべきかどうか議論を提起するということに、したということですね。で、両アップグレードにコズムワズムをね、含めると、重大なリスク利益が生じるため、意見が分かれることになったと。例えば、コズムワズムを使えば、誰でもベースコードを変更することなく、ブロックチェーンに新機能をプッシュすることができるようになると。ガバナンスはそのような変更を承認する必要がありますということで、バリデータとメインテイナーの負担を下げながら、コスモスハブでのイノベーションと新機能の採用を向上させることができると。はい。いうことですね。はい、まあそういうことで、まあリテントリスクっていうところでね、はい、まあ非常にまあ混乱しているというかね、あの二手に分かれていると。はい、例えばね、まあ賛成意見に関してはですね、まあ新機能の迅速な展開っていうことで、まあ IBC、まあ、ルーティング。レイヤーインセンティブとかライトクライアントとか、まあ、アップグレードリギットステーキングなどね、他の、まあ、テラとかジュノのねの実績ある新、機能を導入して使用することができたりとか、はい、チェーンを再起動することなくアップグレードが可能だったりとかね、すなわち、セキュリティの向上と迅速なイテレーション能力を使用することができるということでね。それから、まあ、反対意見に関してもそうですけど、まあ、今回ね、WASM と、CW ってことでね、まあ、追加し、新たな、複雑性をもたらすということでね、複雑化し、まあ、攻撃されやすくなりますよというね、点ですね。攻撃される可能性が高くなるということでね、まあ、指摘されてるわけです。ハブの唯一の目的としては、アップタイムとセキュリティですということで、まあ、フォーカスすべきはインターチェーンセキュリティに焦点を当てるべきと。ガバナンスは新機能に対応しすぎていると。まあ、ちょっとね、いろいろ、まあ、意見が分かれていて、まあ、どちらもね、まあ、言うことは分かるよというね、内容になっていてですね。はい、まあ、リスクと利点ということで、まあ、双方意見があるということです。はい、まあ、最近もね、話題になっている、ユガラボ。まあ、問題が起こったわけですよね。まあ、ユガラボの最新のコレクションは歴史上最大の NFT ミントっていうことでね、ガス料金のために、まあ、イーサーネットワークを使用できなくしましたということで、まあ、このプロジェクトはイーサリアムのような十分にスケーラブルでないチェーンに対する需要を生み出しすぎましたということで、まあ、ユガラボは現在適切に拡大するための独自チェーンを作成することを検討していると。ということで、まあ、コスモスには総合運用可能な環境内でスケーリングに必要な全てのものがあるということでね、言っているわけですけど、やっぱり問題点っていうのがね、非常に、まあ、ずっと出てきているわけですよね。はい。まあ、ソラナとかもそうですしね、NFT ですっごい需要が生まれてですね、急激に増え出して、まあ、問題が起こるというパターンがやっぱり結構ありますよね。はい。まあ、そういったところを、まあ、踏まえてみてもですね、やはり、まあ、コスモスっていうものは、まあ、必要になってくるということですよね。はい。まあ、ただ、まあ、その中でも技術的な面で、まあ、今議論が行われていてですね、まあ、今後のどうなってくるのかっていうところで、あの分岐点だなということで、見ております。はい。まあ、その辺も含めてですね、まあ、コスモスの動向っていうのがですね、まだまだこれからだなというところです。はい。まあ、最近ではですね、エメリスの情報でもですね、まあ、新機能ということで、まあ、資産をね、ステーキングして、できることになったということで、まあ、そのエメリスインターフェースを使用してアセットをかけることができるようになったと。エメリスは現在28のチェーンをサポートしておりますということです。はい。まあ、あとですね、エメリスに関しては、ね、エアドロップっていうのをですね、まあ、自動的に取得することができるようなね、ものっていうのも今、開発が行われているということで、はい。まあ、なかなかね、まあ、出てこないですけど、はい。まあ、そういったものも出てくるということになってます。はい。それからですね、IBC に関してもですね、最近、ニュースが出てまして、インターチェーンファウンデーションね、からのブログになってますけどもね、
IBC リレーってことで、プロトコル内インセンティブストーリーっていうことで、内容がね、結構、こと細かくね、書いてるんですね。はい。ちょっとね、本当に難しい面があって、またね、じっくり読んでいただけたらと思うんですけども、IBC にとってですね、インセンティブっていうものがですね、発生するようなことが書いてるので、はい。まあ、こういったことをですね、まあ、今後ね、まあ、価値が上がるね、きっかけになってくれたらいいなと思ってます。はい、そういったところで、まあ、ちょっとまたね、詳しい内容っていうのは、後日ね、発表されると思うんですけど、はい、なんか動いてますよということで、ここはね、見ていきたいと思ってます。はい、ということでね、コスモス界隈が、まあ、ちょっとざわついてますんで、今後ね、まあ、方向性がね、しっかり決まってくればですね、進んでいくのかなと思います。はい、インターチェーンアカウントに関してもですね、もう、稼働ということで、なってますし、まあ、この、導入で、コスモスエコシステムの統合運用性を改善し、コスモスハブをポートシティとして、の望ましいステータスの達成に近づける準備が、できているということでね、はい。まあ、チェーンアカウントに関してはもうね、動いておりますと。はい、まあ、あとはですね、チェーン間セキュリティというところで、はい、今後期待されている、まあ、大きなポイントでもあるので、そういったところも追っていきたいと思っています。まあ、相場の方もですね、一旦上がったんですけどね、急にビットコイン下がったりとか、まあ、いろいろちょっとね、はい、動きあると思いますけど、今後ね、まあ、どういった目線でいくか、ね、どういった考えでいくかっていうのがね、ポイントになってくると思います。はい、ということで、大体のニュースとなっています。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。